さあ15周年祝いからさらに100人祝いになったこのシリーズ。はいどうも、今日も元気バトルやっていきましょう。チャンプルです。100人祝い夏美、ちょっと離れたところにあるけど、前回の衣装がここにしかなかったから。さああと2人夏美入れると3人やっていきましょう。さっきの博士がちょっと弱すぎてやばかった。博士やっぱりさ、凍らせないとダメだね。コンピューターの夏美はこれうまいよね。サンダーのパチンガンを持ってるとびっくりするぐらいうまい。くらい、めっちゃ食らうっすね。さすが夏美。あのね、博士やってるとさ、ジャンプ1回しかできないのかなと思っちゃうじゃん。お前パチンカー何持ってる、何属性か。お前普通の普通の属性か。くらい、ちょっとよ。おい、オッケー。あ、そうだ、今回はダメだ。オッケー、決まった。今回はアイスじゃないから。いやー、博士から夏になると本当動きやすくなった。もう博士はパチンガムーブしかできなかったから前回。もうアフロ使うって言っても全然、アフロだと少ししか攻撃できないから。博士ダメージを与えきれるけど、あのなんていうの、削るスピードが遅いから。今避けたのかと思って。ナイス、そのまんま。オッケー、ヒロキ特有のね、この不死身。おい、これはもうリスキル。危ねえ。さあ殺す。 OK、 じゃあ次強化弾でポーンって投げて。はい、 OK、 ダブルバレル。さあ早い早い、夏に早いね。もう強化弾の魔術師だからね。夏美あの強化弾と組み合わせるとバカ強くなるから、それが本当にいいよね。くらえ、サンジャー。あららら、オッケー。はい、あら、飛び降り一冊。青。くらえ。なんか避けた。なんか当たった。はい、オッケー。まあいいや。回復して、オッケー。こんな感じだね。夏美のコンボは本当に強化弾が入ることによって。爆強くなるから。はい、爆弾処理して、で上に来て、はいサンダーからの投げ払い、ラッシュープオーバーブースト。はっはっは、夏美強かった。しかも5分以内で終わったね。夏美本当に動けるようになってきたら楽しいわ。ご視聴ありがとうございました。